では聞いてあるゲームスあっ行きたいと思います。今日もね公式サーバーで大規模なサーバーダウンが起きまして、まあ、それに伴って非公式サーバーとかローカルに対して、まあ、何かしら影響はないのかなとか、まあ、そこら辺のね今回のかなりね大規模なサーバーダウンが起きましたので、さすがにこれはね取り上げた方がいいかなと思いまして、公式ディスコード等で情報を集めまして、まあ、現状とか原因とかどんな感じになっていたのかっていうのをみんなと共有していきたいと思います。それでは本日の目次はこちら、1つ目サーバーの大規模ダウン、そして2つ目に詳しい状況で、最後に原因と影響をやっていきたいと思います。でまずね今回の事象なんだけど、公式サーバーね、なので非公式サーバーとかローカルの人は特に関係ないんだけど、公式サーバーが大規模にダウンしましたよっていうのが今回のまずポイントですね。でタイミング的にはバレンタインの終わりのアップデートで、おそらく、まあ、何かしら不整合とかなんか入っちゃって、でバグっちゃってネットワークが繋がらなくなって、まあ、サーバーがダウンしたのか、もしくはなんかあのネットワークが繋がらなかったのかっていうところは若干曖昧ではあるんだけど、まあ、とりあえずなんだけど、バレンタインのおそらく最後のね終了の時にイベントデータを抜くアップデートの際に、まあ、多分なんかバグったっていうところで大規模なサーバーダウンが引き起こされましたっていう感じなんだよね。で、まあ、さっきも言ったんだけど、これは非公式サーバーとかあとはローカルとかになんかバグって、まあ、例えば俺今非公式サーバーのロスアイランドに今いるんだけど、ここのサーバーにアクセスできませんでしたとかはなかったので、多分なんかね公式サーバーの、まあ、使ってるサーバー側とかになんか問題があったのかなみたいな、そんな感じで、多分ゲームデータっていうよりかは運営してる方の、まあ、なんかサーバーの方が、まあ、なんかねゲームソフトじゃなくて筐体の方って感じ、まあ、イメージとしてはゲームソフトじゃなくてプレステみたいな、そんな感じかな。なのでサーバー側が今回なんかやらかしたのか言っちゃったのか知らないんだけど、まあ、なんかね壊れちゃったみたいで、まあ、とりあえず大規模にあのサーバーがダウンしちゃってて、でまあ、ほとんどアベレーションだったんだよねリストを見たら。なので、まあ、なんかわかんないんだけど、アベレーションの公式サーバーがかなりねバレンタイン終了のタイミングでおそらく使えなくなっていたっていう感じになってると思いますね。で次に、まあ、このねあのバグというか、まあ、なんか大規模障害の詳しい状況っていうのを見ていきたいと思います。でまずね、まあ、さっきも言ったんだけど、非公式サーバーとかローカルの人はね特に影響なかったです。俺も特にねあのここに関してはなんか問題なくロスアイランド遊べてましたっていう感じですね。でポイントとしてはね、あのバレンタインのイベントが終わった直後だと思いますので、時間的にね。なので、まあ、バレンタインのアップデートをした際に、まあ、何かしらね、まあ、俺たちに影響がないから多分サーバーの操作を間違えたのか、再起動してなんかシャットダウンして、起動するのを忘れてたのか分かんないんだけど、まあ、とりあえずですね、まあ、なんかあの朝の5時くらいに6時くらいか5時6時くらいに日本時間のねプレイステーションと Xbox の NA 地域、まあノースアメリカなんで北米ですね、アメリカとかカナダのサーバーがオフラインであることを報告する原因となっている接続問題を調査中ですみたいなことが書いてあるんだよね。なので、まあ、ちょっとね日本語がゴリッとねあのアメリカ語だったんで、もちろんねあのディスコードの中はね、なので直訳になっちゃってなかなか分かりづらいんだけど、まあ、要するにサーバーがオフラインみたいな感じで疎通が取れなかったんだと思いますね。でここに関しては、まあ、さっきも言ったんだけどほとんどアベレーションでしたね。プレイステーションと Xbox のアベレーションの公式サーバーがかなりの数使えなくなってて、まあ、少しだけレガシーサーバーとかバルゲルが入ってたりするんだけど、ほぼほぼ9割がの大量のアベレーションサーバーっていう感じでした。はい、でちなみになんだけど少数のサーバーがとか言ってるんだけど、ディスコードでセドリックが全然少数じゃないから全然まあ、リストね動画詳細欄に貼ってきますけどめっちゃ多いからっていう感じなので、かなりの数のサーバーが、まあ、ダウンしていたっていうところになってますので、まあ、そういった形でおそらくそのアップデートをイベントの終わりに毎回するんだよね、まあ、バレンタインじゃなくてもサマーバッシュとかウィンターワンダーランドとか何でもなんだけど、イベント終わりに基本的にアークってイベントのデータを抜くんだよね。なので、まあ、イベントのカラー共有とかイベントのアイテムとかが、まあ、ちょっと内部データは分かんないんだけど、とりあえず表に出るデータとしては出なくなるっていうような形の設定とイベントのデータを抜くっていう作業をアップデートするので、イベント終わりにね。なのでそのタイミングでおそらくなんか公式サーバーのアベレーションはなんかやらかしたっぽいんだよね。で謎なのがプレイステーションと Xbox っていう、まあ、コンシューマー版だけで PC 版に一切ね影響がなかったのでマジで謎って感じ何が起きたの内部でみたいな。これ俺的にはぶっちゃけね、ぶっちゃけ人為的ミスじゃないかみたいな、まあ水保険、あ、すいません、
ていう感じじゃないかと思ってます。はい。っていう感じなので、まあ、まずね、多分バレンタインの終了する、まあ、付近でサーバーがダウンして疎通が取れなくなりましたっていう形で、まあ、さすがにね、セドリックとかアークンウェイもね、日頃大学のサークルのノリでウェイって感じなんだけど、あ、やべってなってさすがに。で、まあ、3時間ぐらいだっけ、どのくらいの時間のタイミングで直したんですかね。朝5時に疎通つながんなくなったってなって、で、10時49分っていう形で、まあ、午前中のうちに、まあ、一応直したっていう形ではあるのかな。なのでさすがに、まあ、それでも5時間以上かかる、6時間ぐらいか、ざっくり6時間ぐらいダウンタイムがあるので、まあ長い感じではあるんだけど、まあ、みずほよりは短いかなっていう感じなので、はいっていったところでね、まあ、結構なダウンタイムがあったので、しかも公式サーバーのアベレーションのかなりね、数あったので、まあ、結構エグかったよねみたいな感じですね。で、まあ、海外はね、Xbox とプレステ半々ぐらいなので、人口的には、まあ、結構ね、コンシューマー版はマジでかなりの大打撃を、イベントの終わりぐらいのところに受けたっていう、まあ、公式サーバーの民ね、2位だけだけどっていう感じでしたので、まあ、しかもね、地域が NA っていう形でノースアメリカ、一番人口が多い北米という形だったので、かなり慌ててね、直したんじゃないのかなって思いますね。まあ、結構ね、配信者とか PC 版の人が多かったりするので、あんまりね、これは感じれなかった人多いかもしれないんだけど、日本に関しては PC より圧倒的にプレスユーザーの方が多いので、特にね、公式サーバーとかを使ってる人に関してはね、プレスでね、かなりね、ちょっとアベレーションだったら、すごいね、不都合というか、まあ、迷惑したんじゃないかなって思いますねっていう感じですので、結構ね、まあ、NA サーバーに関してはなぜかなんかコンシューマー版だけかつアベレーション9割の比率でなんか使えなくなっていたっていう形になってますね。まあ、一応ね、日本時間で言うと、まあ、午前中のうちに解決したんだけど、まあ、アメリカだと、まあ、多分夜に壊れて深夜の方に、まあ、ちょっと頑張って直したみたいな感じだと思うんだけど、まあ、そのような形で、まあ、とりあえず5時間6時間ぐらいのダウンタイムで、まあ、復旧しましたっていう形で、大規模な、まあ、セドリックが少しってディスコードに記載してたんだけど、まあ、明らかに大規模なあれだったので、はいまあ、皆さんね、動画見終わった後一応リストをね、URL ね、貼っておくので、公式が出してね、見てみてください。全然少しじゃないからXbox プレス合わせてかなりの数ね、ダーって羅列されてるから、まあ、そんな感じなので、ちょっとね、今回のサーバーダウンはなかなか大規模だったので、まあ今回ね、ピックアップしたというか取り上げてみましたっていう感じですね、アークニュースで。で、最後にですね、今回の影響と原因なんだけど、まず影響に関してはね、影響ないです。多分バグじゃないと思うんだよね。まあ、さっきからチラチラ言ってるんだけど、人為的ミスっぽいなので影響は多分ないと思います。まあ、そもそも影響があったら結構ね、公式ディスコとかで言ってきたりするから、アナウンスでね。で、そこら辺がないっていう形で、ネットワークがとりあえず死んでたみたいな感じなので、まあサーバーっていうなんかね、すごいなんていうかな、すごい高性能なプレイステーションみたいなやつを置いてて、みんながそこにアクセスして公式サーバーで遊ぶみたいな感じになるんだけど、そのサーバー周りが壊れちゃったのか、サーバーを置いてる、まあ、データセンターっていうね、そのサーバー置く用のなんか施設があるんだけど、まあ、そこにちょっと障害が出たのかわかんないんだけど、まあ何かしらね、障害が出ちゃったみたいな感じで、まあなんなら北米のネットワークとかの問題もあるかもしれないから、なんかアメリカのわかんないけど NTT みたいなやつ、なんかどの会社なのかわかんないけど、まあ、そういった会社が障害を起こしたのかもしれないし、まあ、そういったところでね、おそらくなんだけど、そのゲームに対してのバグとかではないような気がしますね。ということで、次原因は何かって言ってみたいと思うんだけど、まあ、原因がね、結局まあ書かれてないので、人為的ミスな可能性もなんか普通さ、なんていうの、ソシャゲとかもさ、サーバーがダウンしたら、今のソシャゲって、まあ、Amazon の、なんていうの、データセンターを使って AWS っていうのがあるんだけど、それを使ってるところがほとんどなので、まあ、なんかさ、その AWS が出す報告書みたいなのをバーって載せて、こんな感じになってて、今サーバーダウンしてますみたいなのをやったりするんだけど、そういったのが今回ないので、多分内部で、データセンターとか回線関係なく、なんかサーバー管理してる人がやっちゃったんじゃないかな、みたいな。感じのイメージがあります。だってアーク作ってワイルドカードだし、やりかねえよね、っていう感じで、まあ、考えられるのが、単純に
なんていうの、再起動とかをやっぱりイベントの切り替えの時するから、非公式サーバーもイベントのオンオフの際はイベント適用を外してで再起動するのね。なのでその手順がありますので、まあおそらく同じように公式サーバーもチェックボックスを外すか、まあ何かしらコマンドを打つかって、まあ、とりあえずサーバーからイベントを適用除外をしてで再起動するんだけど、再起動のためにまあなんかパソコンと一緒で、まあ、シャットダウンして起動するっていうところ、まあ再起動すればいいんだけど、まあ一回シャットダウンしてちゃんとしたね、なんていうかキャッシュを消してみたいな形でシャットダウンまで完全にしちゃって、もう一回起動し直すみたいなことをもしやった際に、そ起動のポチっていうボタンを押すのを忘れたかもしれないワンチャンね、わかんないけどっていう可能性もあるかなっていうところですね。でまあ問題が初歩的すぎて、なんで壊れてるのっていうので別の箇所を調べてたら、結局起動ボタンを押してなかっただけなのかもしれないし、もしかしたらまあさっきも言ったんだけど、まあそのアメリカの NTT みたいな感じの回線業者が、まあニューロとかのソニーとかのね、まあそういった回線業者がなんかやっちゃったのかわかんないんだけど、まあそんな感じで、おそらくゲームソフト以外の部分でね、多分バグってた臭いから、おそらくね、まあ、原因としては、まあ、ワイルドカードの、まあ、何かしらの運営会社のミスか、もしくは、まあ、アメリカの方のサーバーとか回線の会社の、まあ、なんか障害が起きたのかもしれないねっていうところになるので、まあ、多分ね、俺たちとしてはそんなにっていうか多分影響はないと思いますね。今のところね、普通にね、ロストアイランドガンガンやって、生放送もやってんだけど、まあ、全く問題なくできておりますので、まあ、なんかめちゃくちゃ急に重くなったりとか、接続がなんか途切れ途切れになったりとか全くないので、おそらくね、ゲームソフト自体は正常に稼働しているので、まあ、公式サーバーが載っている、公式サーバーを動かしている、まあ、サーバーですね、まあそんなところじゃないかなみたいな問題としてはという感じなので、まあ、今回ねめちゃくちゃね、でっかい障害が、おそらくプレステのアベレーションの公式サーバーやってる人はなんか、うやべやべめっちゃないないサーバーが全然ないよみたいな感じになったかもしれないんだけど、まあ、一応ねそんな感じの状況ですっていうところですね。でもやっぱりあれなんだね、なんか日本語のなんか障害とか、まあ、例えばクリスタルアイルズで実装当初日本語の状態だとクリスタルワイバーンに近づいてテイムしようとするとクラッシュして落ちるとかはなんか修正がちょっと遅かったりしたけど、まあ、なんか北米だとさすがにやっぱり対応は早いんだね、人口がやっぱり多いからねという感じでね、今回なぜか、大規模なサーバーダウンがバレンタインの、イベント終わりに起きました。まあ、これはもしかしたらね、ワンチャン、その、まあ、サーバー担当の責任者が陰キャすぎて、バレンタインなんてなくなればいいんだ。サーバーシャットダウンみたいな感じで、怒りに任せて、アベレーションのサーバーを破壊したのかもしれませんね。はい、知らんけど。というところで今回は、まあ、ちょっとね公式サーバーなので一部の人のね、しかもアベレーションというね、かなりね一部の人のさらに一部の人が、まあ、大規模障害に巻き添え食らいましたよっていうところだったんですが、まあ、ちょっとさすがにね規模が結構ねまあまあ大きくて大規模なね、まあ、障害っていう形ではありましたので、情報をね共有しておきました。まあ、多分俺たちにはねそんな影響ないと思うから、まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、まあ、現状ねそういった問題があったっていうところだけはね、まあ、知っておくと、もしなんかあった際には、あこれが原因だったのかとか、あこのせいじゃないかっていうのはね、もしかしたらなんか関連付けて予想できるかもしれないので、一応ねこんな感じのバレンタイン終わりのなぜか、アベレーション公式サーバーのコンシューマー版の人がすんげー割を食らうっていうね謎の、イベントが発生しました。はいといったところで今日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。